焼き鳥とは、カルロゼンによる日本の SF 小説。2017年から、早川文庫 JA、早川書房より刊行されている。幼女戦記などの著作で知られるカルロゼンによる小説作品。イラストは、オーバーロードなどを担当した装備員異性文明による植民惑星となった地球で生まれ育ったアキラ。彼は、自らの決められた運命を変えるため。 惑星起動不評部隊に志願する。少年と呼ばれる巨大な生涯国家の襲来を受けた、非発見日、以来、異性文明に支配され自治下にある地球。日本に住む、イホズ名は収容所から逃れるため、少年の調理師である、パプキンのリクルートによって、少年軍の起動不評、焼き鳥に志願する。米国人のタイロン、北欧人のエルランド、英国人のアマリア、 中国人の図販等の反りの合わない同僚たちと共に K321 ユニットとして編成され、火星のキッチンにおいて訓練を受けるのだが、日本人男性。焼き鳥 K321 ユニットの一人。歪んだ日本社会に反発し、収容所送りになったところをパプキンにリクルートされた。独立心が強く協調性に欠ける。以前はスラムで暮らしていたこともある様子。 一巻の表紙、中国人女性、焼き鳥系321ユニットの一人、中国の投函僚の娘、極端な性格ではないが、自己のペースを貫き、他人に合わせようとしない。二巻の表紙、黒人の米国人男性、焼き鳥系321ユニットの一人、アキラとの仲が良い、地球にいる家族に頻繁に電話している、北欧人男性、 焼き鳥系321ユニットの一人。礼儀正しいが、通販同様をめており、一匹を見めいたところがある。英国人女性、壁岸、焼き鳥系321ユニットの一人。積極的で意志が強く、傲慢さが鼻につくため、アキラとは、しばしば罵り合っている。正式名称は、反政系通称連合。地球を間接統治している巨大な政官国家。 銀河の列強の一つとして数えられており、ユニオン、ユニティなどと歯を競っている。極端な官僚国家であり、天嶺士族、司法士族、外務士族、財務士族、軍事士族等で構成されている。標準語は、スペースリンガフランカが一般的に用いられている。発見した惑星は、俗州や自治州として扱い、パテント料金を設定した。 少年由来の技術を与え間接統治している。俗州が独立を試みた場合は、莫大なパテントの料金請求及び公術の少年式民主投票を義務付けている。通貨はクレジット。合理性を追求し、不要な支出の削減に躍起になっており、少年軍のレーション、大満足の味は、ゴムを流し込まれたかのようと形容されるほどまずい。体系は、明晃。 犬のような宇宙人と評されており、他にも猫顔の人種が登場する。少年人は、最大で二つの家の種族に属する。一つは、生まれの種族であり、バジマル士族、カサワカエ士族、ユリマポ氏族等。もう一つは職能であり、これも、士族と呼ばれる。天礼士族、司法士族、財務士族、軍事士族等。理論上は誰でも、職能の士族に入れるが、 少年人以外には、端から期待されておらず、パップキンの怒りの矛先となっている。基本は宇宙艦隊によって構成されている。海兵隊の例外を除き惑星地表に降りることは、ほとんどない。パップキンにく、少年はあくまで宇宙の住人。口術の焼き鳥及びインスタントは、少年軍の備品として配備される。ユニット K321 が最初に配属されたのは、 本国艦隊第142バルカ、方面特設派遣艦隊。少連軍において、例外的に地上戦を行う部隊。スローガンは、海兵隊。最もっとも、非少連的。海兵隊。最もっとも、誠実。リメル武漢曰く、地と鉄によって証明された、勇気統合隊だ作中に登場したのは、アルファ中大気動効果の際に使用される卵型の一人用。 突入支援装備。内部に保護ジェルが充填されており、衝撃から搭乗者の身を守る。TUF-32 型突入ランチャーによって打ち出される。正式名称は、タフムコケースレス小工系高速弾を使用している。相談数は60発。ケースレス弾を使用しているため熱がこもりやすい。ニードルガンの先端に装備して発砲する。 近接新艦が内蔵されており、半径15メートル圏内は即死。ワンケースにつき10発。軌道上の艦隊から質量弾による観測射撃を行う。艦隊の切り札だが地形を変えるほどの甚大な被害をもたらすため、倫理規定により全面戦争時を除き厳しく使用が制限されている。市街地や山岳などでの使用が想定されている多脚戦車。 手法の他に、アクティブ防御システムなどが搭載されている。コックピット周辺には、空間走行が存在するため、タンデム弾頭でなければ、貫通は不可。海兵隊の市外専用正式装備。バルカ現地軍仕様のカラーはイエロー。ありがとうございます。